はい、どうも峰島です。今回はですね、脱毛ラボっていうところを倒産したんですけども、会社名がですね、セドエンタープライズっていうところなんですよ。で、ここが破産したっていうことで3万人ぐらい顧客数がいたらしいんですよ。で、今結構脱毛ってブームになってますよね。昨日失敗小僧さんと午後からちょっといろいろやってたんですけど、その脱毛の話になって、脱毛ってまあ結構流行ってるっていうことで、まあ、僕もね、脱毛じゃなくて除毛クリームで腕をやってみたんですけど、かなりまあこれ綺麗になるんですよね。まあ除毛クリームとかだったら1000円ぐらいで売ってるんで、すぐに脱毛というか毛がなくなります。なんかね、毛がない方が、まあ、好印象を持たれるっていうことで、まあそういう脱毛ブームなんですけど、なんか一時期のタピオカ屋みたいになってますよね。すごい過当競争になってる気がするんですよ。もう田舎のね、地方の方でも脱毛屋ができてるぐらいなんで、出しすぎっていうかお店を。で、この脱毛ラボっていうところは30万で通い放題って形なのかな、これ。しかもこれ消費者庁からも違反でね、措置命令もらってますね。景品表示法違反っていう感じで脱毛ラボ違反を食らってます。で、3万人ぐらい30万ぐらい払った人がいるみたいで、返金どうなんのとか、アフィリエイターも騒いでますね。アフィリエイト報酬払ってくれんのかとか、そんな感じで大元になってます。まあそうやって過当競争になってるっていうか、ものすごい数が出てるんで、脱毛のお店ね、そのお店の数に対しての顧客数がまあパイが限られてるんですよね。その中で今から出すってのはちょっときついんじゃないですかね。あとね、これも、まあ、僕噂レベルでいろいろ入ってきてるんですけど、大物インフルエンサーがやってる脱毛、これがね超高額らしいんですよね。これ裏取ってないんで誰とかっていうのは言わないですけど、お試し価格みたいなので行くと、なんかすげえ数百万の契約させられるみたいなのも情報としては入ってきてます。実際それは行った人からね情報提供いただいてるんで、まあ確実なのかなと。いや、悪どいことやってんなっていうのはありますね。そういう脱毛の会社、しかもインフルエンサーが経営してるよと、出資してるよみたいなところでもそういうことやってるところがあるみたいなんで、気をつけた方がいいんじゃないですかね。この脱毛ラボで30万でしょ。だから脱毛でおすすめなのは1回いくらってやつですね。1回まあ2000円とか3000円でやってくれるとかあるんで、そういうとこに何回も通うというか、それを割引チケットで10回回数券とか売ってるんで、あ、そういうところのが良心的なんじゃないですかね。例えば3000円の10回券で、まあ、ちょっと割引してもらって2万8000円とかね、10回券買ったとして、そこが倒産しちゃったとしても2万8000円とかしか損害ないんで、まあそういうところの方がまだ良心的かなとは思いますけどね。だからまあ何十万とか何百万とかっていう脱毛ってよう分からんじゃないですか。このサロンで脱毛するのと医療脱毛っていうのあるみたいなんですけど、その医療脱毛の方はちゃんとお医者さんがいてやってくれるみたいで、そっちの方はちゃんとね脱毛されるみたいなんですよ。だからまあよう調べて脱毛検討してる方は行かれた方がいいと思うんですけども、こうやって大元が倒産しちゃうっていうことは、まあお金が回ってないというか、お客さんの取り合いになってるっていうのがちょっと業界的に感じられるんで、ちょっときつい状態になってるんじゃないかなと思って取り上げてみました。業界的にね、だから安いとこだったらいいと思うんですよ。こうツイッターとか見てると半年間通い放題5万円とか、数万円だったらなっていうのだったら、まあまだいいんじゃないですかねっていうことですね。あとはまあサロン脱毛じゃなくて医療脱毛やった方がいいっていうことで、ネットの声ではそういうのは出てきますけれどもね。まあだからサロンで30万払いました、悪どいとこだと数百万取ってるっていうところで、それであればね、まあ、安いところに行くか医療脱毛を選ぶか、医療脱毛の方がね確実に毛はなくなるみたいなんで、まあ、医療脱毛がおすすめなのかなとは思いますけどね、まあ、ということでね、その脱毛ラボっていうとこが倒産して、会員さん返金しろっていうことなんですけども、まあ金返ってこないと思いますんで、もう金ないと思うんですよ、まあ、そういうところでネットで今騒いでるんで取り上げてみました、まあ、こういう気になるニュースもどんどん面白そうなの、こういう倒産系は特に面白いんで、今後も取り上げていきたいと思いますんで、見たい方チャンネル登録お願いします。それじゃね。